なんか出しちゃってる俺。なんか出しちゃった。早っ、キモ早っ、来んなよ。ここは、エスパータイプだよね。人でいいじゃん、じゃあ。エースストライカー。応援自習屋に変えようかな、名前。こんにちは。私、日本初めてで。ようこそ転入生、喜怒強楽エクササイズ会場へ。なんか始まっちゃったよ。にっこり、はい。あ、何これ理想のボディ、バディを目指しましょう。理想のバディ目指す年頃じゃなくない？まだ。めっちゃ近くで見てますやん。危な。あなたもポケモンもパーフェクトなバディだね。泣き止むの早っ。わー楽しい。あー疲れてきた時相手は筋肉が成長するんだ。一番楽しかった。ふう。そうね、わかった。こっちで進めておくわ。なんか美人さん来たよ。ジムリーダーのリップよ。メイクアップアーティストが本業なんだけどね。リップのメイクでポケモンちゃんもっと美しくしてあげる。よいしょ。あなたとってもいい素材。どの魔法をかけようかしら。あら、よく燃えそうな素材。美しい。テラスタルね。でも君さ、絶望っていう言葉知ってる？今がまさにそれだよ。対戦ありがとうございました。あなたの強さは解けない。まずいか。勝負に負けて美しさでも引き分けだなんて。ん？何？なんて言った今。美しさでも引き分け？面白い。バブ、あぶ、面白い女。なんでそのポーズにした？ジムバッジを8個持ってたらどんなポケモンでも捕まえられちゃう。ちゃんと言うことも聞くの。体幹を鍛えればこの技もバッジグーで使いこなせるから。最高、キュンセンス。ああ、怖っ。待ってましたみたいな。あなたはポケモンリーグに挑む資格を得られました。チャンピオンネモと同じチャンピオンランクになるために、ぜひポケモンリーグでチャンピオンテストに挑戦してください。マジカル交換やってみたい。やろうぜ、マジカル交換。俺、何あげようかな。ナマコあげるからさ、とんでもないのくれないかな。バイバイ、ナマコ、めぐみちゃんへ送ります。おー、そうだよね。いや、わかんない。レベル100のルリリかもしれないから。好調ですよね。いい加減帰ってくれない？やだ、毒組ボスのシュウメイ殿に会いたいんだ。なんだか揉めてるみたい。どうしようか。声をかける。すみません、駅ってどっちですか？どう狙う幹部詰めは僕が相手になるぞ。またキャーン。怖っ。こういう子供がいっちゃん怖い。レベル 30?面白い。面白いね。ユーガビビカ、スターダにあだなす不届き者。我がポイズンにて虫歯んでこれよ。シュウメイ押してまいる。シュウメイ殿聞いて、ちょっとだけでいいな。何故ここに？どう助けた。このまま不登校が続けばシュウメイ殿は大学常務官でた。いじめられっ子だった僕たちが今、学校に通ってんだ。スタンダーが頑張ってくれて、あんたって、うわっ、とっていただき、大学生で、もう帰れて、どうかが、自分たちに、だけに、かけて、僕たちの人がいるだって。どう、かたじけない。みんな戻りましょう。僕どっちから来たっけ。ああ終わった。どっちから来たか分かんないや。私がドラゴンタイプを使うと思って話しかけたな。そんなことないです。ザン
そうだよ、ドラゴンだよ。もしかして騙そうと思ったのかな、今のリンゴみたいなドラゴンで。ねえ、バカだね。よかった、バカで。え、ここどこ？ちょっと大丈夫？怪我してない？大丈夫だから、田中ちゃんは安全な場所へ。ここは引けるピワちゃんは、時代戻って。引かない、引けない。ピワちゃんもうやめて。くれくれ、舐めてんの？すいませんでした。え、クソ余裕で草。ホコリザル55レベ、何この世界。え、敵は弱くない、人が強すぎたんだ。ビワネーが逃げた。ビワネー、カシオペアさん、今ビワネーって言いましたよね。いや俺なんかここ早いと思うな。まだもう一個ぐらいあったよね。これこれ行こうぜ。なんかここもヤバそうじゃね。うわあ。それではまた後ほど。ピアノの、え、なんかさ、これミスってない？文章なんかピアノののがなんかちっちゃくね。ピアノのののの場所狭くない？その味との主はスターダンフェアリー組チームルークバ、ボスのオルティガはスターダンメカニック担当、ボスの中では最年少だが腕は、なんで腕はの腕感じじゃない。え、絶対に人気。ふん、お前がビビなんだ。正直予想外だよ、もっとごついの期待したのに。倒せる？聞く？うん、全然聞かねえ。バカみたい、あんなすごい。え、あー、ノーマルタイプじゃん。ノーマルフェア。あー、対戦ありがとうございました。おや、化け物の様子が、ね、化け物喋ってるみたいになってるから。プロレスっていうのって、違うよ、ね、顔見えねえよ。ひょえたまげた、キノコかと思ったら生きてた。ふざけんな、たまげすぎた、下ネタすぎた。